こんにちはセイクレッドグランドのシンボです今回はフロントフォークの油面についてですがスプリングを違うものに交換した時例えばメーカー設定のオプションスプリング等ではなくて他車種流用とかですね長さとか巻き数が全く違う場合にどのように油面を変えていったらいいのかというところを話します。すすごく簡単な話な話んですが まあその方法を知らないとあの全くの,この、なんていうんですかね、まあ、取っかかりというんですか、取っかかりがわからないと、もう噛んでいくしかないというようなところになるわけですが、もっと簡単に実測するとか、計測する、えー、そういったところで、あ,のある程度、道筋が見えてきますから、それを紹介します。えー、一つ目にでですすねまずは、まあ、これサンプルですけどもバネを用意して これでで計測すするわけですねどういうふうに測るのかっていうと一つ目はあのバネの体積を測ります例えばこういったようにメッシリンダーを用意してでこのメッシリンダーに、まあ、油を満たすわけですが先に油を入れておいてこのようにバネを入れるとそうすると、まあ、もうちょっとこれ300で。 あの余裕がないんですけど500とか大きいものを用意しておいてそこに任意の量を入れるさらにバネを全部入れるということをすればこのメモリを読んでいくとどれぐらい上がったかによって体積が分かるわけですね例えばオイルが 200cc でバネを全部浸したら100 300になったということはバネの体積は 100cc 分だということが分かりますそれを交換する前のバネと交換予定のものとで 両者を比較して、一方が体積が100で、もう一つが80ということは、20cc 分体積が違うってことがわかります。ですから、入れる量を 20cc 分変更すればいいわけですね。これは非常に簡単な話です。もう一つ、もう一つはバネの重量を測ります。このバネを重量を測定するんですが。 ブログでも挙げた内容なんですけれどこれで測定してみた結果例えば一方の体積があすみません一方の体積は 100g もう一つが 200g だとする、まあ、重さが倍ですから体積も倍違うわけですがそれをどうやって調べるのかというとあの中学校の頃か小学校高学年か中学で習うあの比重というのが出てきてあの計測すればというかネットで調べると 鉄の比重っていうのは簡単に出てくるわけですけれど重量にあの比重を割るっていうことですね例えば 100cc だったらそれに鉄の比重の7.87だったかな今調べてですね鉄の比重7.87で間違いないんですがこれで割るわけですね、えー。ということは計算で鉄の体積が出てくるちょっと計算します。 計算するとですね、仮に100グラムだとすると体積が 12.7cc ってことになるわけです。まあ、すごいあの少ない量になるんですけれど、まあ、水の比重が1というところで、まあ、オイルも比重は違うわけですが、求めたいのは体積なので、これでいいと。金属のえバネの重さ、基本的にまあちょっと合金で多少の違いありますけれども、おおむね鉄なので、鉄の比重で割って、大体のところを出すと。 それで、まあ、今話したように体積がこれぐらいだってことが分かりましたのでそれをこれから交換したいバネそして交換する後のバネの予定予定のバネを2つとも測ってその重量で確認をする重量がほぼ同じであれば夢に関しては好みで振ればいいというかメーカー設定値でもいいし自分が設定していた夢にそのまま持っていけばいいんですがそうでない。 大幅に重量が変わってくるってことがあるんだったら、今言ったようにまずメッシュリンダー等のそういったものを使って実測する、または重量を測ってそこから比重で計算するという2つの方法があります。これによって体積がわかるから入れるオイルの量の違いがわかるんですけれど、その次にじゃあ油面をどうやって変更していけばいいのかっていうところがまあ悩みの種になってくるわけです。 これもででですす。ね、まあ、中学学校、小学校小ぐらいの算数でできますどのように計算するのかといえば、まずは厳密に言うともうちょっと違うんですけど、もうすごくあの端的に大体これぐらいでいいっていうところで話をすると、インナーチューブの内径を測ります。それで円の体積を求めるわけですね。円柱の体積を求める。るそうすると、 まああの半径かける半径かける3.14で高さをかけて体積を出すわけですが今話したえ A と B のバネ交換前交換後のバネの体積,え体積を求めるとまあその何 cc か出てくるわけでその何 cc か分かったところでさっき今話した円柱の体積をえ求めてそうすると湯面がどれぐらい変更したらいいのかということが分かるまあ変更したらいいかが分かるというかえバネの交換前交換後の 夢を同じに揃えるには何 cc 足すとか引くとかっていうことが計算によって明らかになるというわけです。え、これはですね。まあ、機械的に同じ夢に合わせるというだけで、例えばあのレーシングレース用の車両で cbr 等だとあのバネの値を一つ。あの上げると夢を何ミリ下げろみたいな指示があるので単純にその10日と言いますか？右から左で合わせればいいってことではなくて。 レートを変えることによって動きが変わるから夢をどのように変化させるかというそこはもう好みとかあのセッティングの方向性っていうものがかかってくるわけですえですがこの話の本題として何が言いたいのかといえばピッチリと揃えるんであれば今言ったような測定方法を2つそして油面を変更する場合というか合わせる場合は先ほど話した円柱の体積から求めればいいというえこういう道筋が見えていればあとはですね 具体的な計算方法わ分からなかったとしても今時もう調べればいくらでもその計算方法とかソフトみたいなものも出てきますのでご自分でなんとかなるというふうに紹介したかったので今回の動画を撮りました。それでは今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。